皆さんこんにちは、ホンダフォトのゆうやとすみれです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕らの動画を見ていただいてありがとうございます。僕たちはキャンプをしながら、自然の風景をメインに写真や動画を撮っている夫婦となります。はい、はい、今日の動画は新しくテントを購入しまして、そのテントの設営方法とレビューをしていきたいと思います。はい、今日初めて使うんですけども、展示品を見に行って、もうその時からすごい気に入りのアイテム、テントになったので、これはぜひ紹介したいなと思って、このような動画を撮っています。そのテントがこちらです。こちらです。どうも。はい、ビジョンピークスのクワトロアーチツールームテントプラス RF となります。はい、じゃあ早速紹介していきたいと思います。思います。はい、じゃあ開けていきます。はい、こんな感じです。ビジョンピックスというのは、すべての人にアウトドアライフをというのコンセプトにしているメーカーみたいで、ヒマラヤが提供しているメーカーみたいです。そうなんですね。はい、じゃあ開けていきます。まずはこれは、テントですね。大きいね。大きい。よいしょ。いろいろ入ってる。綺麗に畳んである。綺麗に畳めるかな。はい。もう。これがタープのところにつけるポール3本ですね。黒いやつ。最初に、このポールを組み立てていこうと思います。テントに使うポールは合計6本あります。はい、メインポールが4本になります。手前のシルバーとレッドのポールが2本ありまして、その隣にあるのが、シルバーのポール2本。で、奥側にある2本のポールがリッチポールといって、サイドにつけるポールとなります。では、前面側を抜こうと決めたので、後面側からポールを差し込んでいきます。メインポールのこのシルバーをこの黒と茶色の、ポールスリープに差し込んでいきます。はい、次はこの中央2本の、レッドとシルバーのメインポールを順番に入れていきます。これも分かりやすいですね。色がちゃんとこうやって赤色になっているので。はい、中央もう一本赤シルバーを入れます。メインポールは合計4本ですね。4本のポールをポールスリップに入れたら、ポールの先端を、グロメットに差し込んでいきます。はい、グローメットに、合計8箇所入れ込んだので、今度は持ち上げます。はい、持ち上げて前面側の、方をペグダウンしていきます。前面側を広げて、ここペグダウンしていきます。前面側を2つペグダウンしたら、はい、メインポールを1つずつ張りながら、ペグダウンしていきます。一気に全部広げるのではなくて、1つずつやっていきます。
では組み立てが終わったので調整ベルトで締めていきたいと思います。簡単だね。はい、反対側も止めていきます。はい、続いてはここにストームガードというロープがあるので、それに針ロープをつけて下にペグダウンしていきます。はい、テンションをかけることによって、安定性が増すということです。特にね、風が強いとね、危ないので、しっかりと針ロープもつけていきます。はい、続いてはルーフフライを取り付けていきたいと思います。ここはタープになる部分も含まれているので、ちょっと楽しみなところです。はい、はい、ルーフフライはまずはマジックテープをつけます。つけます、ここに。はい、でその後に何カチッとバックルですね。これをカチッとつけて調整してください。引っ張ります。はい、簡単。はい、これが、合計8箇所あるので止めていきたいと思います。このカチッとで調整。ここはマジックテープはないの？ないね。真ん中のところはマジックテープはないです。でその間のところにも、ポールにリッチポールに、マジックテープでくっつけるところがあるので、はい、次はタープ用のポールを3本立てていきます。180センチのポールが2本と220センチのポールが1本となります。はい、外が完成しました。いい感じですね。すごい、素晴らしい。ちょっと後で微調節はしていくんですけども、この日陰の部分いいですね。素晴らしい。はい、じゃあ今度はインナーテントをつけていきます。広いね。広いね。はい、インナーテントを取り付けていきたいと思います。はい、インナーテントはもう引っ掛けるだけなので、すごい簡単です。あ、おかしいな。うん、それがここだったらわかるんです。そうだ、だから逆だったって言った。ああ、そういうことか。で、あとはこっちで、ここの赤いフックがあるので、赤い丸のところにまず取り付けていきます。はい、設営完了しました。はい、完了です。はい、どうですか。こんな感じです。どうも。いい感じだね。めっちゃいいね。ちょっと今日一日楽しみすぎる。じゃあこの後はちょっと細かいところをちょっと撮っていこうかなと思います。はい、じゃあ行こう。はい、じゃあもう先に金額を伝えたいと思います。はい、金額は税込みで、はい、税込みで6万7900円です。はい、はい、なります。安いですか。まあこれをずっと使えると思ったら結構安いかな。タープも一体型となっているので十分安い金額かなと思います。じゃあまず外から見ていこうと思います。一番やっぱ気に入ってるのはこのタープがついてるとこですね。そうですね、うん、フライシートとタープが一体型になってて、この専用のポールも標準装備でもうついてるんです。そうなんです。別売りとかではなくて、うん、もう最初からこのポールはついてますね。ついてます。3本しっかりと、はい、
このタープの、広さ、大きさなんですが、この横が、320センチありまして、こっちの長さは、400センチ、4メートルありますので、かなりの広さです、はい。夏は日陰にすることできますし、雨が降った時は雨よけにもなるので、すごく便利ですね、このタープは、はい。で、別でタープを設営することをしなくていいので、その時間短縮にもなるかなと思います、はい。サイドにもここにもありますけども、ここ見てください。ここにもあるんですよ、ここ見えます。ここを開けて上のところもベンチレーションを取り付けれます。こんな感じ、はい。他にも向こう側にもありますし、反対側も同じようにベンチレーションが合計6箇所あります。しっかり換気もできますね、うんうん。ここも開けることができます、はい。ここにチャックがあるんですけども、チャックの部分がこれでしっかり隠れてる、いいね、隠れてるの、いいところですね、うん。開けていきます、はい、こんな感じです。こっちも開けていきます、はい。こんな感じですかね、うんうん、はい、こんな感じですね。ちょっと遠目から雰囲気変わるね。あ、いい感じじゃないですか、うんうん。いこちら、中のオープンにできる方との反対側は、こちら側はこう開けてメッシュにすることができます。メッシュいいですね、夏いいね、涼しく過ごせるね。夏いいです、熱性がしっかり取れるので、はい、夏でも使える、通年使えるテントですね。いいじゃないですか、はい。こんな感じでね、メッシュで虫も入ってこないし涼しいし。まずここの高さが167センチあります。で、中行きましょう。中の一番高いところで210センチあるので、もう余裕なんですよね、背が、うん。なので、本当腰を曲げずに、結構他のテントってこうね、入ったりとかしなきゃいけないけど、そういうのがないので、すごい楽に過ごすことができます。そこが私たちの選んだ理由の一つでもあります。中もこっちが3、4メートルぐらいあって、こっちが330あるので、中も結構広々と余裕がある感じで、ゆったりとできそうですね。はい、奥がインナーテントになっております。まずこの外側にポケットが、ここにね、メッシュのポケットがこっち2カ所と、こっちも反対側も2カ所あります。本当だ、知らんかった、知らんかった本当じゃあここに結構小物とか入れるんだね、うん、そうそう、携帯とかをね、こうね、はい、こんな感じで携帯入れたりとかできるってことね、うん、便利だね、これは。バッテリーとかね、はい、モバイルバッテリーとかも置いておけるし。そしてこちら来てください、はい、ここにチャックがあります。何ですか、そのチャックは。ここはですね、まあ、大きいバッテリーとかを中でね、使う時とかにこのコードをね、ここから出せるんです、はい、コードが出せるポケットが、ポケットというか穴があります、はいはい。すごい、ほんと細かいところまですごいね。中を開けます。中はこんな感じですね、はい。中が奥行きが220センチあって、横が300あるので、結構広々と5人用ですね。あ、5人も寝れるってことね。5人寝れるんです。結構広いね。広い。ちょっとすみちゃん寝転がってみて。はい、どうぞ。あ、ほら、ほら、広がった今。あー、ほんとだ、広いね。広い。スミちゃん、隅からゴロゴロちょっと回ってみてください。はい、2、3、4、おー、5人。いけるね。はい、スミちゃんなら 5.5 人いける感じですねで、中にも今気づきました、中にもポケットがあります。どこですか？
両端に。あ、本当ですね。ポケットがありました。中にもポケットがありますね。こっち側にもあります。あります。そしてこれが両面メッシュにできるんですよね。はい、ここもメッシュにできますね。で、あっちのテントの方もメッシュにできるので、全部メッシュで通すこともできるので。なるほど。夏本当にね、暑い時は全部メッシュにすれば虫が入ってこず涼しく過ごせると思います。はい、はい、しっかりとランタンをかけるフックもありますね。はい、うんうん、いい感じですね。すごいね、本当に全部揃ってるんじゃない、このテント。こっち側にもランタンをかけるフックがしっかりあります。ここと、さらにその奥ですね。はい、以上が、このテントの紹介となります。はい、まだ今日が初めて使うので、どういう風に使えるかどうかちょっと未定ですが、わからないですが、楽しんでいきたいと思います。はい、また、何かご質問等があれば何なりとコメントをいただければお返ししますので、コメントもお待ちしております。はい、またこのテントを使って あのキャンプもこれからもどんどんしていきますので、そちらも楽しんでいただければと思います。はい、それじゃあありがとうございました。ありがとうございました。